はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は先日からプレミアム会員の登録をしましたコーディファイという便利なコード分析ソフト、このソフトからバンドインなボックスに持っていって便利に楽曲制作をする方法をお伝えしたいと思います。このようにスマップさんの夜空の向こうというのをこういうふうに分析しています。そしてこのように再生することができます。そしてここで概要を見るとこのようにコードが分析されているわけです。そしてここで MIDI をダウンロードします。大きく2つに分かれていますが、1つはこの YouTube に合わせたテンポになっていますので、若干 DAW などに持っていくとずれる場合がありますので、この下の方の固定テンポというのを選びます。そしてダウンロードをします。はい、このようにこのファイル名の後ろには 107BPM ということで BPM の表示もしてくれていますので、これらを参考にするのも一つです。そして保存をします。保存ができましたら今度はバンドインなボックスを立ち上げます。はい、そうしましたらこのファイルメニューからインポートを選びます。 MIDI に関することは1つ2つ3つあるんですけれども、この3つ目の MIDI ファイルからコードをインポートというのを選択します。するとこのようなダイアログボックスが出ますので、まずはディスクから開くということで、今ダウンロードしましたファイルを開きます。するとキーが設定されていませんが、分析の結果 F だと思われますというふうにこのように表示されますので OK をします。そしてリードインが欲しい場合などはここで入れておきます。そしてここが先ほど107ということでしたが、バンドインなボックスは106と分析したようです。別にこれはどちらでも構いません。でも一応念のために107にしておきます。そしてこの状態で小節数が117あることがわかります。そしてここでコードを検出するというふうにします。するとこのようにコード分析ができたわけです。OK を押します。そして閉じるを選択します。このようにできましたら、もうここからはバンドインなボックスの得意な部分ですが、スタイルを適用します。たくさんある中からどれかを選択しますが、まあ107に近いものがいいかもわかりません。適当なものを選択します。そしてまずは視聴します。はい、それでよかったら OK をします。するとこのようにして再生をすると、はい、このようにできたわけです。どん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 変わったものを表示してみるのも一つです。
もっとロックっぽいのを選択してみましょう。カテゴリーからロックを選択します。はい、このようにコード進行を世界中のいろんな音楽から引っ張り出して、そしてバンドインナーボックスにアレンジさせるというような便利な使い方ができます。バンドインナーボックスを全く知らない方のために、このようなこともできることを少しだけお話をしておきます。このように選択をして、例えばメロディストというのにメロディーをつけさせたりすることもできます。はい、アレンジに対しては本当に素晴らしいバンドインナーボックスです。とっても時短でいろんなパターンの楽曲を制作することができます。ぜひコーディファイとバンドインナーボックスをうまく組み合わす、もしくは DAW とでも便利に組み合わす方法はありますが、またそれは別の機会にお話ししたいと思いますので、何せコーディファイの一つの利用方法ということで、今日はご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。村長でした。